はい、1987年に登場した3代目プレリュード SI です。現車は1989年の特別仕様車プレステージブラックの仕様になります。そうですね、初めに持った車がプレリュード、3代目のプレリュードで、長い間ちょっと乗ってなかったんですけども、車乗りたいなと思った時に、昔が懐かしくなったのか、また乗ってみたいなということでちょっと探しました。3代目プレリュードの好きなところはどうですか？そうですね、やっぱり4WS の代表されるようにハンドリングが意外とキビキビしてて乗りやすいなというところと、リトラクタブルヘッドライトっていう、今ではなかなか見ることがないものですし、そういったところもいいですし、やっぱりスタイルも良いというところですね。はい、スタイルは低いですよね。そうですね、やっぱり本当に最近の車の中にあるともう全然見えなくなっちゃうんで。はい、3代目プレリュードといえば、爆発的にヒットした2代目プレリュードの後を受けて、2代目プレリュードが持っていた尾点の低いボンネットはそのままに、2代目はフロントのみがダブルウィッシュボーンでしたが、リアもダブルウィッシュボーンにして全体の低さはさらに極まりました。リトラクタブルヘッドライトを採用したり、また世界初の逆位相、それから同位相に連続可変で変化する機械式の 4WS を備えたこともニュースです。さあ、ボディのサイド面は3代目プレリュードのかっこよさがよくわかる局面です。低い前後、そして低いショルダーラインがフロントからテールまで連なっています。ただですね、ただ一直線にテールまでショルダーラインが来ているわけではなく、アローライン、矢尻の、矢を示すようなラインでリアにキックアップして、このスポイラー処理されたテールエンドにつながっています。なお、このホイールはプレステージブラックの装備品ではなくてですね、当時の純正オプションのマグネシウムのものに変更されています。テールの右側にはですね、電動で上下するパワーアンテナが備わっています。はい、そしてリアに回っても3代目プレリュードの低く広い印象は変わりません。そのワイドな印象を後押ししているのはテールランプの間に組み込まれたガーニッシュです。この友宮さんの車両では当時のディーラーオプションであるプレリュードの文字が夜間に光る仕様に交換されています。マフラーに関しては DOHC、SOHC ともに2本出しのテールが自慢です。SI に搭載されているのは B20A 型の4気筒 DOHC エンジンです。このエンジンは特徴があります。それはですね、車体に対して垂直ではなく後ろ向きに18度傾けて搭載されているんです。このことによって吸気と排気レイアウトの自由度が増して、高出力を出しやすい素性ができています。ただメリットはそれだけではなくてですね、後ろに18度傾けたことによってヘッドの位置が下がりました。それによってこの低いボンネットが達成できています。低いトランクの外観からすると意外なんですけれども、非常にトランク容量は広いです。このように深さがあります。ただプレリュードらしい、ホンダらしいなと思うのは、深さがあって広いトランクルームなんですが、リアサスに高性能なダブルウィッシュボーンを採用したためにホイールハウスの出っ張りがえぐいです。はい、身長173センチの私がフロントシートをセットした状態でリアに座りました。正直当時から2プラス2クーペと言われてましたので、広いとは想像してなかったんですが、やはり広くはないです。ただですね、リアシートに座っていて窮屈感が不思議とないのは、各ピラー類が細くて窓ガラスが大きく、日光がさんさんと入ってくるからだと思います。また現車はサンルーフもついてますので、中は、オープンカーみたいに明るいんで、そんなに窮屈な感じはしません。またシートの座面の硬さ自体はウレタン材もしっかり入っていて、座り心地はいいです。後席の左には灰皿が備わっています。後席の上のロックボタンを解除してあげると、このようにトランクする機構も備わっています。はい、身長173センチの私がドライバーズシートに座りました。頭上の空間はですね、ルーフの部分までは拳1個、サンルーフまで計算に入れると拳2個ありますので余裕です。また膝周りの空間も余裕があって足が当たることはありません。シートはですね、これ見た目そのものですごく掛け心地もいいですし、ホールドもしっかりします。私の体格にはちょっとシートバックの背面がやや広めですけれども、一般的な体型の方であればぴったりホールドすると思います。
脇腹はですねしっかり押さえつつ肩周りには自由度のあるデザインが取られてますので運転環境は非常にいいです。これは当時多分 ETC もなかったでしょうからその時高速料金所でこう出し入れする時にも便利だったはずです。助手席の中央寄りにはレバーがありましてこれをポイッと握りますとシートバックが前に倒れたりリクライニングをさせたりということが運転席からできます。はい、そして運転席に座った時の景色はとてもルーミーで広いです。このトレータイプのダッシュボードを採用していることによって視覚的な広がり感があって開放感が大きいです。前高が低いことを座っていると忘れてしまいます。小径のスポーティータイプのステアリングの右にはですねクルーズコントロールのスイッチ、ルーフのクローズとオープンのスイッチ、さらに右にはミラーの調整スイッチ、そして、エアコンとかの主系統とはまた別の内気導入の切り替えスイッチ、ステアリングの左にはハザードスイッチ、リアデフォッガーのスイッチが備わっています。メーターパネルの、奥にあるスイッチを触りますとリトラクタブルとライトが、開きます。これはライトのオンオフにかかわらず作動するスイッチです。その右にはフォグライト用のスイッチがあります。はい、そして、4速 AT のシフトレバーは特徴的なガングリップタイプが採用されています。シフトゲートには PRNDS2 という、6ポジションついています。このうち S に入れると走行モードがスポーティーに変更します。また S に入れた状態で、ガングリップのこの先にある S4 というモードを押すと S では3速までの間での変速だったものが4速までの間でスポーティーな変速モードになります。そしてエアコンはですねオートエアコンなんですけれどもこちらの温度調整のダイヤルの他にマニュアルモードのスイッチもあります。ここを開けると中に通常のスイッチが並んでいます。乗った感じ、はい、全く古さ感じないですそうですね、本当にあの普通に全然今の車としても問題ないんじゃないですか。本当ですね、はい、ボディもしっかりしてますけどこれは何か補強入れてるんですか。いや全くないです、はい、ノーマルでこれですか。完全ノーマルですね。足回りもなんかスポーティーで硬いのかと思ったらそんなことないですね。そうですね、多分もしかするとタイヤとかそういうのも影響あるかもしれませんけれども、はい、でもまあそんなに硬いという極端なあれもないですし横に乗ってると感じるのがトルクフルなエンジンなんじゃないかという感じがするんですけど、どうですか。あ、そうですね、まあ、トルクフルかどうかわからないですけども、はい、結構いいですよね。まあ、あまり私も他の車と比較してないので、はい、わからないですけど、特に、まあ、不便はいろんな意味では感じない。じゃあ 4WS の本領発揮です。結構想像以上に曲がりますね。効きますね、4WS は。小回りが効くんですよ。あ、これ例えば、レーンチェンジとかでも効くんですか。あ、じゃあこういう前方車両がいるときに 4WS は発揮するんですか。来ますね。そうですね。不思議ですね、はい、ステアリングを切って後ろにグワッていくのかなと思ったらそのまま右に行く。そうですね、そういう感じですよね、はい、水平に横にシャッシャッじゃなくて綺麗にすごく上手い人のレーンチェンジのような。そうですね、上手くなって、ね、勘違いしちゃいますよねそうというわけでもないので。いやいや、そんなこと。